おはようさんです。ゴスケ屋です。なんだかんだ続けると思いませんか。ネタがなくならないのか不思議です。これまあまあ歯切れなんだけど、あの縫い穴を閉めるっていうじゃないですか。縫い穴を閉める、それをねちょっとよくわかる形で目の前でやってみようと思います。手縫いでもね、ミシンでも一緒です。ミシンのじゃねえよ、カメラの解像度というか、それが心配ですけどね、映るのかどうなのかっていうのはね。今ざーっとミシンで縫いました。ピントが合えばいいんだけどな。この縫った穴と、要は針が通った穴と糸の関係ね、分かりやすくするために、では半分だけやりましょうか。これ手縫いでも一緒ですけど、叩いていい糸とか叩いちゃいけない糸っていうのがあるわけじゃないんで、そんな明確なものはないんですけど、潰れやすい糸とか潰れにくい糸とか、よりが、俺よりの話をよくしますけど、このパチッとよりがきつくかかってる状態は叩いても潰れないんですけど、よりがこう緩くなってる状態で上から叩くと、今答え言ってますけどね、叩くと糸が潰れちゃいますよね。ミシンっていうのは構造上、左寄りの糸が縫うと、よりがかかっていく方向なんですよ。そうということです。じゃあ理由、ポリブレードはね潰れない糸です。でこれ、じゃあこっち側だけを、締めるって言ってもね、まあ色あるんですよ。擦ったりなんだり。一番簡単なのはこれ、ゴムハンね。叩きます。そんなに強く叩く必要はないです。どうです、縫った穴のが、穴が目立たないですよね。ただ単にこれだけのことなんです。でもね、要は穴を開けた、そこの穴の体積って周りに逃げてるんで、その逃げて盛り上がったところを戻してあげれば穴は小さくなるって当然のことなんですけど、ただしそれも限度があって、これミシンの針なんて結構糸に対して細めを僕が使うことが多いんですけどね、大きな穴が開く比べ物にならないですよね、これだと穴の大きさが。なので限度があるので、やっぱりこう先が細いものを使ったりとか、切りなんかもこう細いものを好んで使われる方が多いですよね。太いやつはね、めっちゃ太いですからね、こんなんで開けてたらそれこそ戻らないくらい穴は大きくなってしまいますけど、まあなんてことはない、内容的にはたったこれだけのことなんですけど、これだって別にこっちがダメなんてことはないですよね。別に何が悪いのって、このままでもいいじゃんと思えばそれですし、この白い糸に対してね、まあ色にもよると思うんですけど、だこれ黒い革だったら何にも気にならないと思うんです。糸の色とこの革の色以外に黒が結構入るじゃないですか、色合い的にね。それを嫌ってのことなんだろうと思ったりもするんですけど、逆に言うとこう手縫いなんかだとね、この糸が出てきて90度にカクッと曲がって90度にこういってるっていうより、こうちょっと丸みを帯びてこう縫ってるような味があっていいですよね。そんな感じとかだと変に叩いて潰さない方が味があって綺麗だなと僕は思いますけどね。
叩くことによってね、あの糸目が直線的になりますね。カチッと。そうなんです。これ辺は本当お好みの、お好みって感じですね。はい。またあの使う針とかね、あの糸の太さとかによっても、あのここら辺っていうのは随分また印象が変わってくるんで、お好みの、お好みの革の表情とか、この糸目の感じっていうのを掴んでくださいませ。いつも言ってるけど、これが正解なんてものはないですから。じゃあねー。